フレイ・ホーランド、夢を抱いた猫好きなニューヨーカー。運命的な出来事によって美しくも残酷な異世界アーシアに転移され、彼女の人生は大きく動き出す。アーシアにたどり着いたフレイの腕には意志を持つ魔法の腕輪が巻きついていた。ああ、そうそうだ。この世界でフレイは強力な魔法を放ち、自由に大地をかける能力に目覚める。かつては善良な統治者だったが、今や悪しき魔女となったタンタたちの暴虐に苦しんでいたアーシアの人々はフレイに最後の希望を見出す。救世主になるつもりはなかったが、じっとしていては帰る方法を見つけられそうにない。不本意ながらフレイは冒険に踏み出していく。アーシアで唯一安全な町シパール。世界を覆う正気ブレイクの影響を受けないこの町に多くの難民が流れ着いている。人々からはクエストを受けたり情報を聞くことができ、商人からは貴重なアイテムも入手できる。可愛らしい友人についていくといいこともあるかもしれない。町の外を冒険してオドバハ鉱石という貴重な素材を入手した。使い方によっては役に立ちそうだが。オドバハ鉱石か？え、見たことあんの？昔それで鎧を作ってたタンタサイラにね。え、あの鎧ジョーが作ったの？ならこの石の使い道知ってる？まあね、だが道具が必要だ。それはどこにあんの？プレイノストだ。は？シパールにはないの？地図と鍵を渡しておいてやる。ほら受け取りな。もし道具を取ってこれたらまあ無理だろうが、その石で役に立つものを作ってやる。一歩シパールを出ると目にする生物は皆正気の影響を受けて変貌した獰猛なモンスターばかりとなる。魔法を駆使すればこの程度のモンスターは相手にならないだろう。またフレイには魔法パルクールもある。険しい道のりも鼻歌交じりで駆け抜けられるだろう。点在している宝箱にはクラフト用の素材や商人と交換できる貴重なアイテムが入っている。新たな魔法の習得などに必要となるマナはレベルアップやフィールド上のマナだまりから取得できる。意志を持つ魔法の腕輪にして頼れる相棒でもあるカフの能力を使えば周囲の情報が一目瞭然。次の目的地に向かう前に辺りを確認しておくといいだろう。地図にあった場所はこの辺だが、ジョヘッティの道具を取りに行くのか？ここまで来たんだしね。それに聞きたいことがあるから、サイラのこと。いつもの展開だが、まずは敵を片付けなければならないようだな。そうみたいだね。ぶっ飛ばしてやろう。ここかな。
それっぽいよね。よし、入るぞ。うわ、何これ思った。オドボハ鉱石でできた道具みたいだな。アーシアには探索すべき場所がたくさんある。クエストついでに寄り道をすれば、経験値、有用なアイテム、貴重な装備品、アーシアにまつわる情報など様々なものが手に入るだろう。これプラーブと関係ありそうだね。試しに使ってみろ。プレイ以外の人々や生物はブレイクの影響を免れない。人間はゾンビになり果て、動物は恐ろしく凶暴なモンスターに変貌してしまう。アーシアには巡礼者の宿がいくつも点在している。ここでは回復薬を生成したり、装備品を強化したりできるほか、ゆっくり休むこともできる。うまく活用しよう。英気を養ったフレイは次なる目的地へと向かう。目指すはアーボアレットの最王、正気の深淵だ。ここではブレイクの影響がより顕著になる。フレイ自身は正気に耐性があるとはいえ、油断をすれば決して無事ではいられない。こんな場所があるなんて。フィールド上には調べるべき場所が無数に存在している。正気の影響で腐敗が進んでいたり、モンスターに占拠されていたりする場所もあるが、そういった場所でも探索する価値はあるだろう。これなんか嫌な感じ。何らかの理由でブレイクを引き寄せているな。お前の力で吹き飛ばせそうだ。やってみろ。探索はこれで十分だろう。シパールに戻ってジョヘッディに家事道具を渡そう。できた。ねえ、何これ。鎧じゃないから期待外れか。これっぽっちの石で作れるわけないだろう。別にいいんだけど。久々だったよ。これで本当に家事仕事は終わりだ。この美しくも残酷な地でのフレイの冒険は続く。そして故郷へと戻る方法を探す中で、フレイは自身の戦いの意義を見出していく。あれって猫？